未完成発明。未完成発明とは、発明として、未完成で、日本の特許法上の、発明とは言えないものを言う、日本の判例、特許庁の実務、学説で認められてきた、法解釈上の概念である。現在まで、安全性を欠く、原子炉、有効性の検証が不十分な薬剤、期待された効果を上げることのできない器具などが、未完成発明とされてきた。 未完成発明とされるものは将来的には完成して発明となる可能性があり得るから暗号の作成方法、ゲームのルール、永久期間などもともと発明となり得ない非発明と区別される。未完成発明は日本の特許法上の発明ではないから特許法の手続きや訴訟上で発明について認められている様々な効力を発揮することができない。 未完成発明が問題となるような場面には、出願審査の拒絶理由、洗願主義の下での抗がん排除口、優先権主張の可否などがある。拒絶理由においては、未完成発明と明細書記載不備との区別が不明確であるという問題があった。しかし、1993年6月に改定された特許庁の特許、実用新案審査基準においては、 未完成発明という区分が除去され、1993年4月改正、翌年1月施行の特許法改正により補正の範囲が厳しくなったとにより、出願審査の拒絶理由としては明細書記載不備と区別する必要がなくなり、2005年頃には出願審査の場面では未完成発明という拒絶理由はほとんど使われなくなった。未完成発明を含め、 発明の完成、または未完成といった文言は、日本の特許法の条文に存在しない。しかし、特許法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものであるが、それは、着想から一定の技術的課題、目的の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用、及びその技術的手段により初期の目的を、 達成シュールという効果の確認という段階を経て完成される。そして、その完成段階に到達していないものは、発明として未完成であり、日本の特許法上の発明とは言えないとされる。未完成なものに特許を与えると、着想だけの段階で段階で、いち早く出願したものが、発明を完成させるために研究を続けているものを差し置いて、 その技術を独占することになり、不公正な結果となるからである。これを未完成発明や発明未完成という。このような概念は特許法の解釈として以下のように判例のほか特許庁の実務や学説でも認められてきた。発明の完成、未完成に関して最高裁判所は次のように判示している。1972年2月に 特許庁が公表した特許実用新安心さ基準には未完成発明という区分が存在し、斉藤真由美、井上則之、発明の未完成、96ページによれば、これはさらに次のように細分化されていた。また、1972年以前にも特許庁は、1962年に発明未完成を理由として拒絶査定を行っている。 中山信弘、工業所有権法、108ページは、未完成発明とは、一応発明らしき外観を提しているものの、その発明の課題解決の具体的方法に欠けている、ものを指すとする。また、吉藤光一、特許法解説、58ページ、青山光一、特許法、94ページも、未完成発明の概念を取り上げて、解説する。 しかし、渋谷たつき、私的財産法向議合六6から7ページは、何らかの客観的な作用効果をもたらすが、発明の目的を全く達成することのない発明を未完成の発明として、それに対して、明細書から知られる発明の目的に照らして、その目的を十分に達成しているとは言えない。発明や、実施上の問題を残しているような発明を、不完全な発明とし、 公述する最高裁判所が発明としては未完成であるとした原子力エネルギー発生装置事件の原子炉について不完全な発明であったとはいえ本来は特許に値するものであったとする。旧特許法上の判断が問われた事案であるが1969年に最高裁判所は中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、 その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を弱切ることなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置の技術について中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に正規させかつこれを適当に制御された状態において自動させる体的な手段とともに右連鎖的に正規する原子核分裂に不可否的に伴う 多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想はその技術内容として書くことのできないとした上次のように判示した1977年に東京高等裁判所は泳いでいる人によって発生した波が競泳用のコースロープ用フロートによって反射され体に対する抵抗として作用しないようにするために従来は単なる円柱状であったフロートの 外周面に多いチップを設けたものについて、まず次のことを認定した。その上で、次のように結論付けた。1994年に、東京高等裁判所は、化学物質発明について、次のように述べた。そして、同判決は、一般式に含まれる、膨大な化合物を対象とし、そのうち1201個について、化学構造式に等しい開示があるものの、 80個の化合物についてだけ除草活性テストの結果が記載され、その80個の化合物の中でも、所定濃度で除草活性をほとんど示さないものがある除草剤について化学物質発明として成立していたものとは認められないとした。これは、発明の未完成について判事したものと評価されている。次のような段階に止まるものは未完成発明とされる。 解決手段がどの程度まで具体化されていれば完成したとされるのかという点については前述のように当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を上げことができる程度にまで具体的、客観的なものとして構成されている程度になっていなければ未完成とされる。もっともこの反復可能性についてそれが どの程度あれば良いのか、発明の実際の対象の製造や、効果の確認実験が必要なのかについては、発明の種類により、様々な裁判例が存在する。1977年に、東京高等裁判所は、化学反応の発明については、化学反応の作用効果を裏付ける実験が必要で、あるとして、次のように判事している。 1986年に最高裁判所は、ものの発明については、発明が完成したと言えるために、実際の製造や、最終的な製作図面の作成まで至っている、必要はないとして、次のように述べている。2000年に最高裁判所は、2つの品種を、荒廃していた種子を、選択等を足し、好ましい品質を持つ、桃の新品種を育成して、 これを増殖させる方法の発明について、発明が完成したと言えるためには、当業者がそれを反復実施することにより、同一結果を得られること、すなわち反復可能性のあることが必要であると確認した上で、次のように判示している。未完成発明は、非発明とは区別される。非発明とは、例えば、日本の特許法上、暗号の作成方法、 ゲームのルール、広告方法、計算方法、永久期間、自然法則そのものなどが当たる。特許法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものであるから、人為的な取り決め、自然法則に反するものや自然法則そのものなどは、もともと発明となり得ないのである。これに対して、未完成発明は、将来的には完成して、 発明となる可能性があるから、非発明と未完成発明は性質が異なる。未完成発明は発明として未完成なものであって、日本の特許法上の発明ではない。したがって特許法の手続きや訴訟上で発明について認められている様々な効力を発揮することがきない。未完成発明が問題となるような場面には出願審査の拒絶理由。 専言主義の下での抗がん排除校、優先権主張の可否など、一下のように様々なものがある。特許を出願すれば、請求を受けて、特許庁の審査官が特許出願を審査する。出願審査の結果、問題があるときは、その特許出願について拒絶するべき旨の査定、拒絶査定がなされる。このとき、発明として未完成なものは、 特許庁によって拒絶査定がなされていたのであり、判例も次のように認めてきた。特許法は、同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみが、その発明について特許を受けることができると定める。この最も早く出願した者が特許権を得る主義を、洗顔主義という。また、願による願の排除は、 かつては特許請求の範囲の同一性に限られていたが、昭和45年の特許法改正により、その範囲が拡大した。現在、特許法は特許出願された発明が先になされている。特許出願の願書に最初に添付された、明細書や図面に記載された発明と同一である。時は、一定の場合に特許を受けることができないと定めている。これを、 拡大された範囲の洗顔などという、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。